ずっと以前にローマの神徒への手紙の中のセーパウロのテキストを初めて読んだ時私は大変に驚き衝撃を受けました第8章22節想像物が今なお生みの苦しみを嘆いていることを私たちは知っています想像物だけではなく霊の発砲をいただいている私たちも心の中で悲鳴を上げていると書いてありますこのテキストで衝撃的なのは 自然はは天地創造は人格でああるるという印象があることですそして一つの人格は人間に三つぶついており人格が苦しみ我々も待ちながら苦しみ神の子の啓示と聖パウロが言うようにそれはあたかも天地創造が神の子たち人類他の創造物私たちが何かを生きることを期待するかのようです。 そのことが今よりよくわかりますこれから取り上げる教皇の最新の解釈ラウダトシを見るとこのパウロのテキストは誠に予言的なものだということです物事を比較するために男女のカップルをイメージすると女性は自然ですこの男性と自然のカップルには幻想的な争い生と死の争いがあります今日とても深刻な問題はますます そして教皇一人ではなく人類はあらゆる種この地上に以前から存在する植物動物の中で最も破壊的最も支配的な種になっています今や人類である人は世界の至るところ全世界大気の中にも天空にも存在しますそして人は自然を破壊しつつあり男と女のカップルでは一方が他方を破壊します自然を破壊するのは人です ここが非常に劇的な問題ですなぜなら人は自然から生まれまた自然へと戻るからです私たちは結束していますこのフィルムは希望に満ちていますそこには解決の方法があることが示されています人と自然の間に調和があれば天国ですこのフィルムは地上の天国の物語を語ります 希望に満ちた話がいろいろあります一つはベナンの話です アフリカ大陸あるいはそのもっと向こうの将来を生み出す話ですナイジェリア生まれのゴッドフレーナボジョはアフリカは外部からの支援なしには自ら抱える問題を解決する能力はないという考えを打ち壊そうとしています1980年代アメリカの研究所で働いていた時彼はエチオピアの飢餓と干ばつの恐ろしい光景に衝撃を受けました 私は毎日この光景を見てすっかり動ししました私は科学者でカトリックの神父かつ真実を求めるドミニコ回収同士だと一人でつぶやきましたここで私は何をしているのだろう 聖パウロが受け取った呼びかけのようなものでしたマケドニアに来て私たちを助けてください私はこの呼びかけを聞きましたがどのように対応したらよいのかわかりませんでした私は友人たちや両親にこの問題を相談しました私の初めの夫はどうだったでしょうみんなと同じように食料を配ったり人間的な援助をすることでした これは何かしら良いことですしかし私の父が尋ねましたこれが一番いい方法なのだろうか人々の苦痛をやらなければならないがそれだけではなく根本から改革することも必要です苦しみの軽減から最も永続的な改革に進む必要があるのですこれが損害が始まった理由です ソンガイは16世紀に西アフリカの広い地域で貿易の中心だった帝国でした1985年から始まったこの新しい持続可能な開発の先駆的な活動はこの歴史上の帝国の先例を現在に引き寄せるものです 私は10人ほどの学校を卒業した若者や元囚人たちとともに活動を始めました雑草すら生えていませんでしたヨーロッパ人とアフリカ人による大きな国際的プロジェクト園芸と栄養学のセンターがここにありましたしかし技術の御用によって不毛の砂漠と化してきました私にとってはそれは時代遅れの農業を代表するものでした 開発とは単純に人々が現存する可能性を見るために内なる力を引き出すことができそれらを取り組み私たちが必要とし望むものに対応するようなものとサービスへと変容させることができることです。それが開発の論理です。それで私たちはちょうど1ヘクタールにも満たないこの地に来て数羽のン取りと豚を飼い同時に農園と魚の飼育施設という この統合的な仕組みを作り、出さなければなりませんでした。私は重要なのは金銭や肥沃な土地ではないということを示したいと思いました。重要なのは人です。予見を持つ人勇気ある人、そして技工本物の制作技術を持つ人が今日の現実に対応することができるのです。 開発のモデルは植物動物と魚の生産の間の完全な共同作業を獲得するためにあらゆる要素を統合する形で損害によって促進されました,ののた,ました一つの部門の廃棄物は別の部門の原材料となりますリサイクルの賜物です 損害の成功は生き物の異なる要素を5つの資本的資産に統合したことにあります真っ先に最も重要なのは生物の環境資本すなわち生態系資源の共有でありその豊かさと多様性はアフリカの第一の宝ですがたびたびの誤った利用がなされました環境資本の強みは微生物です 私たちの健康環境そして生産の観点から私たちを制御している何千ものたくさんの微生物がいますしかし今日これらの資本資源はおろそかにされ圧迫され破壊されてさえいますそれは私たちを大災害に追い込みます損害はこれを真剣に捉えていますここに持っている実験室は巨大なものではありません すべての人の手の届く範囲のとても小さいものですこの植物わさびの木を見てください水分が少なくて容易に干からびます私たちはビタミンの多いジュースを抽出しますがこれはまさに神の恵みです 興味深いのは世界を救うこの植物が豊かな国では生育せず貧しい国にあって私たちの目に触れませんこの植物から得る液体を面倒りと人間を養い土壌を肥沃するにも使うことができます私たちは世界中のどんな化学物質も取って代わることのできないこの強さを開発しましたここでです ここは損害センターの肥沃化小部門ですここでは培養ドが作られています私たちは植物と動物から生じる有機物質つまり損害センターの他の部門から出る鶏粉肥料や廃物を使っています他ではもはや使われなくなった全てのものが私たちにとっては原材料となっています <noise> まず私たちは植物そのものを材料としてそこに敷き、水をやり、そして肥料を加えます。なぜ私たちは湿った肥料を加えるのでしょうか。それによってそこに敷いた葉がすぐに腐敗分解するからです。ここで働くことは大きな喜びです。 私たちはセンター全体の有機生産の根本にいますから、すべての部門から必要とされます。毎日必要とされます。なんという喜びでしょう。みんなが私たちの方をやってきます。私たちは損害センターにとってとても有用なのです。人的資源はものの持続可能な開発にとっての二番目の手段です。 総合的な生態学に関しては人間は損害プロジェクトの中心にいます彼らは自身の立場で創造性と創造力を示すよう求められています人間は理解することができ相互に作用し調和を持っていき環境を開発させることができます 人の使命は第一に理解し共にあることですそれはラウダとし海賊にまさしく言われています生物学実験室は新しい実験を可能にしていますここではヤシの木の残留物が培養されそして完全に異なる食料部門において産物の栄養価を高めるために使用されました キノコはタンパク質を含みミネラルとビタミン B が豊富なので肉や魚のとても良い代用食品となります子どもたちの成長にそしてタンパク質とミネラルを多く必要とする老人たちにも良い食品です村外の下水は固定アオイによってろ過され浄化されます ここにあるこの植物は漁師たちにとって真の悪夢なのですがここでは排水処理装置に置き換えられていますろ過された水は水まきに使われその栄養分は周囲の作物のためになります魚もまたその植物性の栄養成分から恩恵を得ています 汚物を沈殿させる装置が相互に連結されているシステムのおかげで水が再生されます。ここは魚の養殖所施設です。そこには生態学的現実が投入されています。なぜここにリサイクルを促進させるためです。水を豊かにするために微生物が加えられています。今やそれが考えするために使われます。 ご覧になったわさびの木はここで切られそしてこの一貫性がその産物を生産するのです <music> ここから流れ出る水は汚染しませんむしろこの水は生産性を上げ環境と魚の品質をより良いものに向上させています 目にするここに存在するもの全ては私たちが観察のための時間を費やし自然との連携を作ってきたものでありそれは私たちの指標で羅針盤なのですこれこそが現ローマ奉公が語った「私たちは保護者であり王ではない」という謙虚さです科学が自然に耳をけける私たちのの手助けなのです。 ラウダ氏によれば人間の自由は技術を制限することも可能でありそれをより健全なより人道的より社会的より完全な別のタイプの進歩へ貢献するように方向をづけることも可能であるとあります。どんん。な技術ででも良いといいとうのでは、けません 全ての面で恩恵をもたらす本当に正真正銘の技術つまり生産性の次元でも環境の面でも生産の質においてもです。

このガスは動物植物さらに人類やまた同じく農産化工物から生まれた物質からなる有機物からの産出物です私たちの前にあるフィルターは好ましくないガスを除去し機械に使用されるメタンガスだけが残ります。<laughs> 生産される電力は私たちの前にある産業、官庁の建物、さらには庭園も補強するために組織網に送電されます。第4番目の資産は、社会的かつ文化的なものです。アフリカの村々ではそれは調和であり、家族でした。 今日人々は引き裂かれ私たちの魂を売りそれを私が禁欲と呼ぶ金権力その他全てを祭壇の上に生贄として備えました人的関係のこのアフリカ的特質は失われました私たちの兄弟姉妹は金にするための要素のように見なされていますアフリカ人は 彼らのののの文化の中の高貴なななものを見つめなければなりませんアフリカ人と呼ばれるのは自然を尊重し関係を尊重し年長者たちを尊敬することですそれら全ては私たちに大切なことです私が見てきたことは良い例で自己中心的発達と私たちが呼んでいる一つのモデルつまりアフリカ人たち。 そして他の世界中の人々も自分たち自身の発展を保証するために彼ら自身に頼ることができるのです多かれ少なかれ質素な方法で私がここで見てきたことをするために祖国を離れる必要はありませんそれは私にとって大きな着想の源ですは 5番目の資産はお金ですそれは重要ですそれはお金が流動的であり他の資産をさらに強くするために私たちを援助することができそれがお金の役目です今日のようにお金が世界の主人ではなく促進役として位置に置きたいと私たちは望んでいますところが現在の私たちの世界ではお金経済が最も勝っているのですそれゆえ私が共同体の経済と呼んでいるものを開発しました 共同体の経済とは誰かに魚を取ることを教えることです彼は一生涯自由ですしかしもしあなたが今日魚を与えたならば明日もまた与えなければならないでしょう神の栄光とは生きている人間のことで自立した人間ですこれが損害の一番の考えだと思いますこの計画は30年前に始まりました 損害計画によって援助される考え方から事故で費用を負担する考えへと変わりました今日多くの若者が損害の計画で要請され自立しているのは彼らが今後援助を受け続けることは不可能で食料の安全を保障し自分自身家族そして環境を保障する努力を自分自身がしなければならないことを理解したからです。 私が25ヶ月間ここにいるのは農産業の養成のためで教会の資産や農場を管理し指導できるよう改善するためです神の御言葉を行動によって知らせる一つの方法ですここの総合的な方式で習うべきことがたくさんあります私は楽観主義者で成功します コンゴはまさに農業エコロジーの宝庫です。<noise> 向上的工作の習得と技量の伝達が損害のキーポイントです損害リーダーシップアカデミーはベナンやアフリカの多くの国で指導的企業家の育成に貢献していますポルトノボの北120キロにあるケトの農産物エコロジー促進センターを見てみましょう 異なる部門で構成されているこのすべての範囲は学習生のための養成所で約110ヘクタールに渡りますここで彼らは実際の現場にいますうさぎ小屋の方へ進みますと養成と生産の教育実習中の学習者がご覧になれます 技量とノウハウと当事者の持つべき責任について実践によって学ばせますしばらくして教師はほんの少し身を引き学習者に直接仕事を任せますこれらすべての段階は評価の手段として認められています 次にサバルの損害センターに向かいましょうここで学生たちはマニオクや米の栽培のコツ豚や魚の飼育の秘訣について研究していますこれらはすべて自然の中で行われます朝マニオクが送られてきます皮を剥いて袋に入れます 3日目に焼き始めますココナッツとミルクと砂糖などで改良されたガリも作っておりこれは美味しいです。 ここでは自然が音のシンフォニーを提供してくれますラジオやスマートフォンはイヤフォン付きでも仕事の時間中は禁止されていますこの措置は天地創造と通じ合いそしてグループの人たちとのつながりをより深めるのに役立ちます 今回はそれぞれのセンターを超えた実りをもたらします神井は養成の後数年後に自ら企業を立ち上げました妻のデルフィンと養鶏とヤシ油の手工業的な生産を専門としています私がここに住んで16年になります 私は村外のセンターで習ったこと全てとややそれ以上のものを生産しています自分自身熟考をした上でそれを適合させるようにしています <laughs> ここベナンの私たちの鳥は成長するのに時間がかかり生産的ではありません私は外部から鳥を連れてきて交配させましたこの選択をするのに4年間かかりました 今では非常に早く成長し生産性の高い鳥になりました非常に人気のある鳥ですおかげで私と一緒に仕事をする義務教育を受けていない若者や失業している若者を雇用することができますあらゆる農業学校の実習生も受け入れています2006年に共和国大統領から農業功労賞を受賞しました コトヌの郊外にフランス人のドミチルとフランス系ベナン人のセルジュ神父は子どもたちのためのモロカイのダミアンセンターを損害の実績の中で創設しました私たちは子どもたちのために美学、教育学、経済がすべて結びつき関連づけられている 教皇の改直を具体的な仕事として取り掛かりたいのですヌザム女神父はすべての人の参考になる学校の手ほどきをしました私も新学生として村外で多くの研修をし最近もさらに滞在する機会に恵まれました私はよく行きます 私たちはここで何者も,も失われず創造されず全てが変わるという方法で環境を着想しいろいろな植物を関連付けたいのですこれは全ての次元での人間の向上に対する秩序ある変換の論理です私たちは損害によって手ほどきされた行為に対してある形での後継者であり感謝しています ガミアンセンターが私によって大切なわけはこれが全ての子どもたちに捧げられた空間であり全ての子どもが遊びに来て想像力を発展させ才能を伸ばすことができることでそれによって自分自身を構築し学校でのさらなる向上も可能にするかもしれないからです。私たちが福音書の思考に位置づけようとしているこの文化。 ラウダトシと呼ぶ教皇フランチェスコが私たちに捧げられた莫大なテキストの中で全ての創造物は賛美され全ての創造物が苦しんでいます全ての創造物は栄光あるために神によってもたらされていますがこの栄光に人間も参加しているのです 4年前に私は具合が悪く検査を受けなければならないと思いました結果は非常に速い速度で拡大しつつあるがんでした最初の反応は恐怖でした突然私は変わりましたこの現実から逃避する代わりに抱きしめたくなりました抱きしめながら私は このもろさは私たちの一部を成していることを発見しましたそれは全てが動き変化しつつある私の知識の水準について考えさせました罪不幸苦痛それらはこの動きを拒絶することです一度この命の雫であるもろさを把握して私は素晴らしい力を感じました憎んでいる時間そんな時間などありません 愛さなくてはならないと感じるのです。それはまさに目からウロコが落ちたようです。今まで見えなかったものが見えるようになり、人々を違う風に見て、他の人々にそれを伝え始めました。 にある福音書13章18節19節イエスは言われた神の国は何に例えようかそれはカラシダニに似ている人がこれを取って庭にまくと成長して木になりその枝には空の鳥が巣を作る主よ人間を中心において天地創造と調和した発展の探求に身をささげている男性女性のためにあなたに祈ります。 私たちが未来の世代に受け継ぐために世界の庭の手入れという挑戦によって自分が関係を持っていると感じられますように謙虚さと称賛のうちにバランスの感覚と限界の尊重を見いだせるよう教えてくださいあなたがくださる財産の分配に私たちの心を開かせてください